はい、こんにちは、ヤスです。タケです。今回は胸ぐらを掴まれた時の合気道技っていうのをいくつか紹介したいと思います。そしたら早速やっていくんですけど、まず掴まれそうだなってい う気配がした時、もう掴まれるなってなんか自分がこう覚悟できている時のパターンをやります。こういうのがあります。これちょっとガソンっぽいけどガソンっぽいけど、まあ簡単に言えば指折りですね。指を折るというふうに使います。こう来たらこういうふうに指何本でもいいんで、もうとりあえず指を取っちゃうっていう、こういうふうに。でポイントは第一関節取っちゃうと結構逃げられちゃったり、こうパッてやられちゃうんで、だからってこう深く取って対等な感じにしちゃうと力入れられたらかかんなくなっちゃうんですね。第二関節ぐらいを折るようなイメージで使います。そしたらこのままこうこれでもう折れるので、折っちゃダメですけど折ることができるってことですね。指折りって結構、大東流の合気柔術では重要な技として扱われてるんですよね。簡単にできてすごい危険な技ですね。だからまあ実際に使うのはやめましょう。これじゃあ次からちょっと合気道っぽいやつやります。こうやって捕まえると押される時、押されるような捕まれ方をして、このままグッてこうあーって押された時の合気道技を落とします。こんな感じです。これどうやってやってるかっていうと、押された時にそれに対してこう反応しないで、反応しちゃったら相手の思い通りになっちゃうんで、この流されるっていうかグッとこう下がります、相手と一緒に。そしたら相手こうふぬけるっていうか、こうグッてこう的が外れて重心がちょっと前に倒れます。この倒れたタイミングで、まあ、手首なり掴んだりしながら、こっち側を手刀でもいいんですけど、手でも小手でもいいです。こちらを倒します。ちょっと簡単、意外と簡単に倒れますからね。もう一回ちょっとゆっくりやるとグッと押してくる、こんな感じです。これ結構合気道っぽいかなと思います。じゃあ次、これ不良がよくやるのはこういう風に掴まれた時、こう掴んでくる、こんな感じでやります。じゃあ大丈夫大丈夫だった逃げたなんだか、あ大丈夫、グイグイって大丈夫。これ結構危ないんですけど、グッて胸から掴まれた時、小手返しって言い技あるじゃないですか。僕の、分かんない人僕 の, チャンネルからちょっと調べてみてほしいんですけど、こういうような小手返しっていうこういう技、これの応用だと思ってもらえばいいんですけど、この状態、これこのままこっちに倒れたら小手返しになるんで、このままこう押さえます、相手の手を。でこのままこうお辞儀をする、そしたらこれで小手返しになるんで、こういう感じでやります。これをこう瞬間的にやったらバンと倒れるっていう感じですね。まあ危ないですね、これも結構危ないんでやっちゃダメですけど、こういう技がもありますっていうことで、普通にこうやって掴まれた時、こうやられた時ですね、このまま大丈夫ちょっとめきですね瞬間的に入れるから逃げなかった。そのなんかいいお前はいいけど、でこんな感じになります。ね、これどうやってやってるかっていうと、これも前塩田剛造がこうボディーガードにかけてる技っていうのを紹介したと思うんですけど、そのやり方の応用です。逆の方が見やすい形を、こう掴まれた時、ここの骨のところに体重を乗っけるんですけど、ここの手刀で乗っけます。そのためにこうグッてこう脇で固定して、ここをこのグリグリのちょっと上ら辺にこう当てます、手刀。この状態で体重をここにこうって乗っけます、グッと。そしたら倒れますね。すごい痛いです、てか危ないです。ただこれ本当に難しい技で、さっきの小手返しも意外と難しいと思うんですけど、これはもっと難しいです。ちゃんと脇をこの相手の手をぴったりここにつけなきゃいけないんですよね。ぴったりつけるために、こう脇をちゃんと締めてこうグッと絞り上げます、まあ、これでもちょっと効いてるぐらいの感じなんですよ。グッと締め上げます。でここでちゃんとこの手刀でこの骨に体重を乗っけなかったらダメなんですよ。こういう風にやります。持ち方はこういう感じで持ちますね。こういう風に持って、ここでぴったりくっつける、こういう感じです。であとこう
使える技だと思うので、こっちはあんまり動いてないように見えるし、結構相手派手に食らうんで、まあ、見た目はいいと思うんで、興味ある人は練習してみてほしいと思います。今回これで終わります。ありがとうございました。